い、では皆さんこんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えますこの小林シャッターのショーケースはですね、僕が12月1日に組んだ、まあちょうど1ヶ月と1週間だから5週間前だね。5週間前に組みましたベルティペスビロードヒナカブト、まあベルティペスヒナカブトって呼ばれるのかな、の産卵セットになります。でベルティペスね、うちでは2メスやってて、1メス目の方は次のセットに潜ってもらってね、もう卵は採卵せずにそのままセットのまんま、まあ幼虫までね放置しようかなという計画なんですけど、この子ねちょっとねメスがね上がってきてくれないんですよ。まあっていうのも出会えてないだけで、餌は食べてるんで生きてるとは思うんですけど、で今日ねオスはねもう一個の方のセットに入っちゃってるまんまなんで、ちょっとオスはねご覧にいただけないんですが、今日は2メス目の方のセットをね採卵していきたいと思います。まあ採卵っていうか多分幼虫いるんじゃないかとは思います。ちょうどね孵化する頃なんじゃないかなみたいな幼虫もちらほら出てくると思いますけど、果たしてねちゃんと取れてるかどうか見ていきたいと思います。A の方、1メス目の方はね、あー全然いるわ、見てほら見つけたベルティペスマジでどこでも産むんだけど、まあリコメデスとかスポディステスは、まあビロード系のヒナカブトはですね、結構ね上でも産んじゃう性質が強いのか、結構ね爆産してる時、ちゃんと卵産んでる時は結構ねこうやって上でもね卵が見れるような感じですね。で卵もね特別弱いわけじゃないみたいなんですけど、まあ大事をとってね、僕はメスをね入れ替えて、まあセットの中で孵化してから取り出そうというねスケジュールでございます。まあそっちの方が楽だしね。はい、じゃあ卵ね、1個目、いきなり1個目。はい、じゃあね、多分ね、メスも出てくると思うんで。いないね。いないね。で、セットの内容はね、僕がね、ティビアリスとかソーラニーセネブトを使った時のセットと同じセットなんで、腐葉質とリサイクルマットがメインですね。まあ、あとはピートモスがちょっと入ってたりもします。まあ、でもこのベルティペスはね、結構どんなマットでもしっかり産んでくれるというお話でございます。メス生きてると思うんだけどな。じゃあちょっとこの辺も多分卵ガンガン出てくるんじゃないかな。で多分ね、孵化したての幼虫も今日出てくると思うんですよ。多分ね。産んでたら。あったね。結構新しいな、まだこの卵。しっかりした卵だね。多分ね、孵化はしてると思います。で、もう一個のセットの方では、ゼリーの交換するときにね、ゼリーの裏に幼虫がいたりしたんで、多分ね、孵化はし始めてると思うんですよね。メスがどっかにいると思うんだけどな。あ、いたいたいた。まあ多分これほんとマット選ばずにガンガン孵化してくれますね。はーい、幼虫ちゃんも見えました。いいね。もう幼虫ちゃんはね、次の管理にしていきましょう。もうプリンカップ入れちゃいます。でこちらは多分ね、めちゃくちゃたくさん取れると思うんで、まあ、もしね、購入希望があれば、という感じでヤフオクに出品していこうかなと思います。ここにも卵あるね。リコメデス属って言って、ヒナカブト、ビロード系のヒナカブトの種類にはなるんですよ。ただね、おー、いたいた、メス。元気だね。ほら、元気そうにないでしょ。縮こまってますから。死んだらね、ブヨブヨになるはずなんで、警戒してね、こう仮死状態みたいな、死んだふりしちゃってます、ね、元気。やっぱね、新生虫の時は結構ね毛羽だった感じで、毛羽だったって言わないか、尾毛がねすごい目立つ感じなんですけど、やっぱね時間が経つとやっぱ擦れてね、やっぱ毛は抜けていく感じなんですかね。まあでもね、ちょっとオスが見れないのが残念ですけどね。めちゃくちゃ可愛いね。はい、じゃあショーケースだけどね、何頭ぐらい取れるのかというとこですね。でね、産卵セットを管理する上の特徴とすればね、まあ、結構潜る時間が長いんですよ。でも多分ね、暗くなってる時に餌食べて、まあ、すぐ潜るみたいな感じで、なんかずーっとね、じーっと餌を食べることがないですね。どっちかっていうと。よくね、成虫管理でもそうなんですけど、結構ね、隠れるんですよね。結構ね、潜って隠れちゃいます。やっぱちょっとちっちゃい玉を作って産卵してますね。産卵セットね、腐葉質をかなりたくさん使ってるセットなんで、まあ、ちょっと塊を作ってそこに産んでるっていう感じですね。ほんとでもちっちゃい塊だな。で、そこまで潜るって感じじゃなくて、多分ここで見てわかるようにね、途中までは潜りますね。あんまりショーケースでもそこまで深くない感じかな。ショーケースでも十分深さは足りてるような感じがします。まあでもなんかそんなたくさん産んでるって感じじゃないな。なんか話だとね、100ぐらい余裕で産むよみたいな話とか結構ちょいちょい見るんですけど、そこまではなさそうかな。あった。ありました。ちょっとね、まあ卵は比較的あんまり強くないのかなという感じだったんですよ。下調べした感じだとね。基本はね、産卵セットからメスを抜いて、まあ、次のセットに潜ってもらうっていう方法で
一応ブリードしてますね。この辺は、まあ、採卵してね、まあ、大きい種類だと採卵してもいいなと思うんですけど、あ、いた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 。いたわ。これは小さい。まだ孵化3日とかじゃないこれ。ちっちゃいね。やっと一口食べたかなぐらいの幼虫ちゃん。あ、ちなみにね、これプリンカップは、カブトマットに不要系のマットを混ぜたものですね。まあ、多分大丈夫だろうと思います。卵はめちゃくちゃあるね、やっぱり。はい、ここにもありました。いや、でも、ベルティペスね、非常に溢れてまして。正直なこと言うと、結構ね、市場に溢れてましてですね。あんまりそんなにこう、需要がある虫ではないんですけど、正直なとこ言うとね。まあでもね、やっぱ採卵して幼虫見ちゃうと、やっぱりね、育てるのはまあ楽しいっすね、正直ね。でもこうやって見てると、今のところあのサイズの幼虫ちゃんが、一番最初のね、幼虫ちゃんが一番大きかったんで、孵化はさほど早くないかもしれないですね。結構1ヶ月ぐらいかかるかもしれない。なんとなくですけど、ちょっと3週間ぐらいでも孵化して、結構大きい幼虫見れるかなとか思ったんですけど、そんなこともなさそうですね。あ、これダメタかな？これダメタっぽいっすね。そうですね。そういえば、最近になってね、ようやくこのピートモスをね、再開したんですよ。前のね、国産カブトムシ育ててる時に、たくさんね、ピートモスの動画出したんですけど、そっからね、間であんまり使わなかったんですけど、このヒナカブト系とかは、やっぱ使えるっぽいっすね。で、あとは南米のクワガタ系、腐葉土系のクワガタも、かなりね、ピートモス、成績いいような気がします。乾燥するのがいいのかもしれないですね。腐葉質がどうとかっていうよりも、ちょっとこう乾燥気味に管理できるのがいいのかもしれない。まあ、なんとなくですけどね。あ、でもこれ言うほど取れてないのかな。上の方に結構いただけで、爆散っていう感じじゃないかもしれないな。予想じゃあね、30ぐらいは取れてる感じなんだけど、まあ、2メスいるんで、まあ、2匹で合計100はいくかなぐらいの感覚だったんですけど、そこの方をちょっと固めに詰めちゃってるのが良くないかもしれないですね。ちょっと固めたんですけど、全然潜れてないっぽいですね。本当にふわふわのセットじゃないとダメかもしれない。まあそれは表面に産むぐらいですからね。ゼリーの下に幼虫がいるぐらいだから、そりゃそうかもしれないね。全く詰めなくていいね。全く。多分抑える必要もないぐらいなんだな。あれ、今たま、おぉ、いた、あった。ありましたね。ありました。やっぱこれ多分上だね。上の柔らかい層に産んでたっぽいですね。なるほどね。この辺はちょっとだけ、ちょっとだけかもしれないんですけど、リコメデス系のね、参考になるかもしれない。なんとなくだけど、メスを持った感じはね、結構力強くて、しっかり潜ってくれるのかなとか思ったんですけど、多分全然潜らないですね。下の硬い層からは全く潜った形跡が感じられない。卵ももちろんないし。本当にふわふわのセット組んだ方がいいですね。ティビアリスとかソーラニセネブトは割とね、下の方固めに、下の方ちょっと詰めたんですけど、結構ね、そこの方まで潜ってくれたんですけど、逆なんだね。カブトムシの方が潜らないって展開になっちゃったのか。まあでもこれはいい勉強になったかもしれない。この辺、あれ？幼虫はいる。幼虫がいるわ。幼虫がいる。見えるかな？真ん中。幼虫はいる。幼虫はこの硬いところにぶっ刺さってますね。産んでるのは産んでんのかな？潜ったのかな？はーい。かわいい、ちっちゃい。多分今のは生まれた後に下に潜ってったやつだしょうね。多分ね。まあ、だとしたら、逆にこう下の方ちょっと詰めるセットを組んで、で、放置するっていうのは割と頭いいかもしれない。お母さんが潜ってね、幼虫を、傷つけちゃうことが少なそうですね。でもほんと卵はないな。固まったところに卵はないんで、多分下まで潜れてないね。あー、こんなところに卵が。あったー。ありましたー。見えない。あ、硬いところに幼虫はいるな。いましたー。意外とあれだね。活発じゃない感じ。終わった。やっぱ、下の方じゃなくて、上の方のやっぱ柔らかいところに卵がありますね。で、幼虫になって孵化してから、潜っていくという感じですね。じゃやっぱ逆に下の方をちょっとまあ、3分の1ぐらい詰めて、で、まあ、メスを入れ替える形で採卵せずにね、
ぐるぐる回していくのが一番いいかな。まあ、採卵する方は逆に固く詰めない方がいいですね。うん、お、幼虫いた。やっぱ硬いとこには幼虫がいるわ。硬いとこには幼虫がいる。はーい、見えるかな。よいしょ。あー、見えるかな。ギリギリ。まあでも放置したおかげでね、孵化まで確認できてるんで、まあかかってる。まあね、メスが無精卵を産むことも、まああんまりないよねっていうのが確認できたんで、そこはラッキー。おわ、最高。卵はまあ全然ありますね。全然ある。で、この程度の逆に産卵量なら本当に放置して、セットこのまま放置して、メスだけ入れ替えるのが本当にいいと思うわ。おわ、たった。取りこぼしもね、ありそうなんで、まあ、産卵セットはね、このままマットを使って組みますし、卵管理のね、クリアスライダーも、このマットを入れてね、そこで卵管理して、また孵化した頃に割り出すという感じにね、していきたいと思います。いや、良かったんじゃない？なかなか。あ、幼虫いた。幼虫ちゃんがまだいました。よいしょ。チメスメの方もね、もう幼虫確認がなんとかできてるんで、まあ、全然大丈夫だろうと思います。はい。ちょっとね、オスの姿は見せれないんで、ちょっと残念なんですけど。はい。採卵はここで終わりですね。はい。ということでね、今日は、ベルティペスビロードヒナカブトの採卵でございました。卵はこちら。じゃ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 ん。何個 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。まあ、うちね、1個ちょっとこの黒い子はちょっとこれダメかもしれないけど、まあ一応16という感じ。孵化したての幼虫ちゃんがこれだけだね。6頭ですね。6頭プラス16個という感じでした。まあ多分このベルティペスに関しては、もっともっとね、多分、もっといいマット使ったりすれば、と思ったけどもう1個ゲットしちゃった。まだまだね、取れると思うんで、でベルティペスはね、本当に飼いやすい虫だと思います。まあ見た感じね、ちょっとレアくてですね、ビロード系のヒナカブトなんて呼ばれると結構ね、まあブリード難しいよねっていう巷じゃ言われるんですけど、このベルティペスね、めちゃくちゃ簡単っぽいです。まあ僕がやってみた感じもそうだし、いろんな方に聞くとベルティペスだけすごい簡単なんだよねっていう話はよく聞かれるんで、ぜひね、皆さんチャレンジしてみてください。僕もね、1ヶ月後ぐらいから多分幼虫をちょこちょこ出品できると思うので、まあまたね、概要欄の方に僕の生態販売のね、リストのページを載せときますので、ぜひね、見ていってくださいという感じでございました。で、このマットでね、卵管理して、またね、余ったので産卵セットまたもう一回組んでいこうと思います。おっと？わあ、幼虫いた。幼虫ちゃんまだいました。まだいた。幼虫は7頭かな。これ卵どころか幼虫見落としとるか。で、またね、このベルティペスに関しましては、また飼育の方もね、どんどん動画アップしていきますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まあまあ、そこそこなんじゃない？